そういや、今日私ね、どうしても言わないといけないことがあったの忘れてました。ロフモンスタッフはね、非常に優しくて、すごく、暖かくて、そして、いつも頼りになる、とても素晴らしいスタッフです。よし。いや、本当になんか、いざってなった時に、なんか、誰に頼ろうかなって思ったら、やはり、ロフマンスタッフなんだなって、思います。はい。隣にいる。みんな、ロフマンスタッフのことをご存知じゃない。今日知って帰って行った方がいいと思います。ロフマンスタッフはですね、みんなね、ご存知の通り、ロフマンを見てる方はね、こんなめちゃめちゃなことをやるスタッフなんだって思われるかもしれませんけど、本当はね、情に熱く、そして素晴らしいスタッフなんです。少し困ったことがあったライバルのことを何でも聞いてくれる、なんかすごいいいスタッフなんですよ。大丈夫。紐に縛られてないか説。いやー、なんで私がこんな話をしてるかっていうと、この前、ありがたいことに、切り抜きを作っていただいてですね、ありがとうございます。ロフマンスタッフが行かれてるっていう切り抜きなんですけど、どうやらですね、見られてたみたいです。あはは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 。まずい、非常にまずい。この前というか昨日なんですけど、ゲームルのですね、その時にゲームルのね、女のスタッフさんがいらっしゃるんですけどね、方がですね、私のところにちょんってやってきてね、どうしたんだろう、今日の注意事項かなみたいな感じで思ってたら、エレンさん、実はエレンさん、ロフマンスタッフのですね、ゲームルも実は、ロフマンスタッフいるんですよね。優しいもん。多分ロフマンだけだ。